皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回も3倍速青にやっていきたいと思います。で、こっち行って、で、こう、ああ、ここだ、タクロー。ああ、だが足をくじいちまったんだ。俺はしばらくここにいるよ。そうですか。さっきこれを見つけたんだ。持って行ってくれ。オス、オッケー、ゲッチュー。覚えてたね。で、ここでオスがゲットして、こっから中身はまだです。オッケー、格子戸の扉。で、ここでしたか。こっち行って、一回セーブしよう。怖いわ。そろそろなんかいきなりポンって出てきてもおかしくないからね。で、こっち行ってて、で、ここだね。オッケー。で、この円盤にやってから、赤、黄、青、黄、赤。オッケー。赤、黄、黄、青か。青、黄、赤。これダメだよね、多分ね。あ、いけたいけた。金属の棒。オッケー。で、ここを組み合わせて。シャキーン。オッケー。かっこいい。隠し扉の絵があってて、で、ここの下に、で、おい、いきなり雨の音。で、ここで、オッケー、ここから外へ出られそうですね。タクロを早速連れて行こう。で、早く行こうよ。タクロを連れて行こう。で、こっから行ってて、で、こっちです。タクロイ。ほんとかよ、やっちゃん。タクロが仲間になった。オッケー。こんだけタクロ背負ってってるのに、こんだけ足速いってすごいよね。ひどしね。オッケー。で、こっからチェイス始めるぞ。タクロー。ここだけ、一倍速。うわー、ということで、こっから行っていくぜー。ヒヤホイ。てや、オッケー。さ、タクロウが食われちゃったから、こっち行ってって、さらに、裏口の鍵が中。で、これがもう使えそうにない。悲しい。で、裏口の鍵ってはどこじゃんせっちゅうことなんですけども、あっちですね。ここの唯一行ってなかった、ここのと、こっちか。こっちの扉。うわ、すごい、もうガッチャ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 、うるさいね、これ。オッケー、行くぜ、ベッカーン。レッツゴー。さあ、ここで入ったらセーブ。オッケー、ここを、鍵がかかってて、で、こっちはどうだっけ？ここはある。で、ここは休憩だったね、アンチだったよね、こっちはね。で、ここで棒見つけて、どこだったっけな。ね、ここ先知ってればね、なんだっけ、時短みたいなのできるんですけど、おーっと、そうだったー！はい、はい、オッケー、駆け抜けろー、ベイベー、閃光のハサウェイを流してくれ、みんな！先回りされた。オッケー、いや、すごい、綺麗な先回りだったね、今の。芸術点が高かったよね、むしろ。いや、すごかった。あっと、ここでそうだね。違和感を感じるから、一回こっちからやっちゃおうか。ね、ここで、で、来るでしょ？あって来るから、こっち、オッケー？うわー、怖ーい。サイクロー。で、ここら辺は何もないもんね、オッケー。で、こっち行ってって、で、まだか。で、ここがあるのか。ここがマストであるそうだから、セブン。さあ、今回は先回りされないように！うわー、今のもね、でも、これね、動かない。動けないんじゃなくて、動かないんですよね、どっちかというと。こっち行くのまずいかな。すぐ横に行かなくちゃいけないもんね。オッケー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 、危ねえ危ねえ危ねえ。よっしゃー、行けたぜ。さあ、こっち鍵がかかってて。で、こっちも棒あるもんね。オッケー。あ、ボタン押すんちゃうよ。ここの棒、そうだよね、手に入れたから。で、こっちアンチ。で、こっちがあって、で、もう一回こっちだね。ここの様子を見る。あ、おお、落ちちゃった。あれ、落ちちゃったよね、これ今のね。そうだよね。サイコロで、ここを入れる。カチャ。OK。で、やるから、右、左、下、上、下、上だね。そうだね。反対だったね。さあ、ここで一回セーブ。さあ、3秒フィニッシュの簡易クリームが出てきてって、で、こっち、一回だね。オッケー。で、ここだね。右、
左、左下、左上、右上、右下、左下、左上。ごちゃごちゃになっちゃったな。OK、レッツゴー。で、こっち行ってって、ここでセブン。上のあそこは下ろしとかないとダメかな。ちょっと後でもう一回行こうか。で、ここで一回ライター。OK。4。OK。で、ここを取っちゃうと、ガチャッ、そうだね、ガチャってしまっちゃうから、ここはパーツをはめる。OK。で、また来週ということで、こっち行ってって、台形、これ一回ここね、はしごをゲットして、台形、あ、違う、こう行かなくちゃいけないんだね。三角、丸、四角かな？四角、台形。OK、行くぞ。さあ、どんどん行こうぜ。あ、ここでもライター。ライター多いね、使うところ。こんな多かったっけ？で、あ、見えない。で、こっち。よし、OK。で、ここ長い棒だね。もうね、ストーリーはある程度知ってるから、シュッといけますよね。鍵かかってる。で、こっちか。で、一回セーブ。いいよ、センシティブクリームミスト。君の宣伝もしていこう。で、図書室の鍵みたいなのだから上か。こっち行ってって、こっち行ってって、でもそろそろ青鬼さん出てくるはずなんだけど大丈夫かな。まだか。ここなんかドライバーで外さなかったっけ、ここ。違かったっけ。まあ、とりあえずはしごか。縄はしごを持ってこなくちゃいけないのか。ここで、こっちじゃない。こっちか。ああ、来た、フワッティだ。ちょっと待ってね、みんな。その前にこっちをやろう。あ、落ちちゃった。ごめんなさい。で、ここだね。一マス手前で縄はしご。OK。で、こっから、青のピースを取り、の、で、上行こう。さあ、セブ。さあ行くぞ。あ、でもまあいいか。向こうの手前でいいかな。フワッティの手前でいいかな。さあ行くぞ。みんなフワッティ来るからね。よし。顔殺してかかれよ。まだか。手前まで行こう。手前までね。で、こっち行って。こっち行って。こっち。もう一個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 。こっち行って。こう。で、ここら辺も何もなくて、OK、パリーンと音がしていくよ。だからもうここでプラスドライバー。で、落とした。で、ここだね、ここから。OK、行くぞ。よし。みんな、ここまで早口でちょっと、わけわからんかったけど、行くぞ。ここ難しいぞ、絶対。さあ、ニケちゃん出てきて、本当は猫のはずなんだ。おーい！恐ろしく早い、フワッティ。俺じゃなきゃ見逃しちゃうね！あー、いつ来てもやばいって。うわ、これむずいって。うおー、いつ動ける？いつ動ける？オッケー、オッケー、オッケー、いける。こっち行って、こっち行って、こっち行って。さあ、まっすぐ行くよ。おお、チャージ、チャージ。フワッティーチャージ。あー、いけない。こっち行って。あ、よし、よし。あ、いけ。ダメ、ダメ、ダメ。あー、オッケー、オッケー。よーし、あー、怖かった。フワッティーチャージ。一瞬びっくりしたよ。意外と、あれだったね。前進まなかったね。あー、怖かった。よし、で、ここで改めて、こっち行く。すーごいスピードだ。ここの番号なんだっけ？あれ？おー、トミカー！そうだったよね。オッケー。こっち行って、早いぜ。すごい。で、こっち、おー！うわー！ うわー、来た。あ、もしかしてこれ、フワッティ、あー、フワッティ逃げ切る前からだ。うわ！よし！うわー！いやー、うかつだったなー、これ、本当に。いやー、恐ろしく早いフワッティ。よし！恐ろしく早いフワッティは、俺はここで逃げ切れる。オッケー。で、ここはね、もう余裕だから、おー、チャージ、フワッティチャージ。あ、いけない。こっち行って。あはーん！いやー、意外と、あー、意外と、あー、オッケー、ナイス。あれ、フワッティ、来れないだろう。どうした、フワッティ。さあ、どうした。俺のこの3倍速の力に恐れをなしたか。さあ、行くぞ。よし、オッケー。こっから決まってって。あ、違うわ。三角丸四角だから違うわ。
3405だ。そうだ。普通に、あれだわ。これだわ。あ、3415。あら？3145か。3045かな。OK。地下室の鍵。で、ここでセーブ。そうだったわ。あの記号のことだったね。で、地下室だからこっちか。そろそろ出てくるんだよね。こっからさ、あそこの部屋に入らなければね、ミカは基本的に出てこないから。こっち行って、OK。おーイェーイ。ここだね。来た。さあ、いいよ。ガチャガチャ。あ、ガチャガチャ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 、ああ、びっくりした、今一瞬本当にあれかと思った。逃げ切れないかと思った。びっくりした。はい、オッケー。で、タクロ、偽物タクロだね。オッケー、そうですね。そうですね。って来て、で、こっち行って、もうピースは3枚揃ってるかな。で、こっち行きましょう。で、ここでセーブしとこう。あー、もう来てるー。よし、行くぞ。このまま突っ走る。こっち行って、で、ミカ部屋が入っちゃうから、こっち行って。あ、やばい。ここね、逃げに行くんだよ。で、ここにやったら、タクロウがいるから、おっしゃい。よっ。で、ついでに出番が少ないから、ここでミカにも、いや、せっかくだからさ、ミカにも出番あげようかなって思ったら食われた。さあ、タクロウ、はい。よし。オッケー、あ、いけない。迷っちゃダメだよ。迷っちゃダメよ。迷っちゃったらダメで、上にアンチある？ないよね。だから、上行ってって、スラ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 。スラスラと。スラと、オッケー。さあ、こっち行ってって、どんどんまっすぐ行くぞ。よし、ラストスパート。レッツゴー。こっち行ってって、どこだったっけ？下か。こっちか。こっち行って、一応2か出てくる？よし、出てこよう。よし、お前との対決だ。で、こっち行ってって、こう行って、はい、やっほい！はい。いや、もう、やっぱ慈悲でさ、あれだよね。出番取らせるべきじゃないんだよね。いやー、あ、やばい。こっち行って、上にもアンチってあったっけ？上にはなかったよね。じゃあ、もう一回、セオリー通りに行くぞ。はい、ここで逃げ切ってくれ。オッケー、よいしょ。おお、はい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 。どうなった、どうなった、今。オッケー、3倍速。さあ、こっち行ってって、よし、じゃあ、ニカはもう慈悲はない。あいつに慈悲はない。よし。こっち行っちゃいましょう。で、あとは、こう、タクロ鬼を逃げ切ったら、あ、いけない、いけない。で、こうやって、青いピース3つはめて、オッケー、行くぞ。あとは逃げるだけだ。レッツゴー。さあ、こっから行くぞ。おお、早い、タクロー。よし。はい、行くぞ。駆け抜けろ。よし。オッケー。タカ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 。無我夢中で走っているうちに街に出た。化け物はもう追ってきてはいなかった。その日の出来事を僕は誰にも話していない。拓郎たちは今も行方不明のままだ。あ、ここはちゃんと倍速、等倍速なんだね。ああ、ミカのお父さん。うわ、パパー！クリアでーす。さあ、ランクはきっと少ないよね。65回だもんね。そうだよね。そりゃそうだ。オッケー、青に3倍速クリアです。いや、一番難しかったのはピアノだな、そこのね。オッケー。
よっしゃ、こんな感じでね、これからも動画投稿していきますので、楽しみにしてください。いやー、難しかったね。このね、スマホのね、このフリック入力が、なかなかその反応しづらいから、多分5倍速ね、ピアノクリアできないと思うんだよね、初版のね。どうしよう。好評、この動画はもちろん好評だったらね、まあ、5倍速もやっていきたいと思いますので、ぜひ、次回も見に来てください。ここまで見ていただいてありがとうございました。そして1500人ありがとうございます。これからもこうやって動画投稿していくので、変わらずに、応援していただけると嬉しいです。それではまた次回、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。